昨日ね、一応相続対策のね、セミナーやってきて、で、まあまあ、こんな時期だけどね、皆さん集まっていただいてね、まあ、新しいその相続税のやつだとか、まあ、相続対策のね、手法なんかをさ、説明してきたんだけど、まだね、閣議決定されてないんだよね。で、これさ、どうなんか分かんないよね。今日何日 ?27? え、27でしょ。すると、あと4日じゃん。で、今日が日曜日だから、月火水のうちに決まってかないとさ、これ、税制何も動かないよね。だから、税の対抗案もできていてさ、まあ、行政の方では、じゃあ、素案ができてて、で、そういう、ね、当然だけど、これ閣議決定しなきゃいけないからさ、まあ、国会通さなきゃいけないんだけど、国会がこんな状態でしょ。だから、閣議決定がね、されない可能性もあると思うんですよ。で、今までちょっと異例だよね。で、これね、すっげえ混乱になると思うよ。だから、ね、いろんなことがさ、やらなきゃいけないこといっぱいあるんだけど、ね、それを同時並行でいかなきゃいけないんだけど、なんかしないけど、一方だけに偏っちゃっててさ、他がダメじゃんってこと。で、これね、ね、今回のこの、まあ、被災の問題だとかさ、まあ、地震の問題ね、あとは、東京電力の問題もあるんだけど、それってさ、それだけじゃないからね。周りの普及することをさ、いろいろ考えていかないと、全部止まっちゃうよねってこと。で、昨日一応ね、飲食店のね、関係で、まあ、セミナーだった後にさ、まあ、城ヶ島のね、たまたま、ね、お客さんがさ、キャンセル多かったからってね、うちの社員の人がさ、身内とか集めて、ちゃんとね、商売結びつけるようにね、今頑張って努力してるんだけど、で、それでもさ、ね、今度さ、お酒が入ってこないそうなんだよ。お酒。でね、飲食店これやばいよね。なんでかって言ったらさ、ね、ほら、まだね、これ、的確な情報じゃないんだけどね、ほら、計画停電止まるじゃん。で、止まったらさ、ね、よくよく考えたらだよ、あそこのね、キリンビールのさ、生麦のね、工場行ったことある人いる？すごい数だよね。あれさ、1秒間に、ブワーッとさ、ビール出てくるんだよ。ね、あの速度でビールが作られてるのはさ、はい、3時間止まる。どれくらいのさ、製造、ね、要するに、能力落ちちゃうのってこと。でね、それだけじゃないんだよ。ただ止まるんじゃないらしいな。その前のさ、段階から、全部準備しなきゃいけないそうなんだよ。止めるための準備。で、今度は、ね、通電がされたら、これから今度、走り出すまでの間の準備が必要なんだよ。そうすると、当然3時間だけど、ね、前後1時間ずつかかるとすると、ね、5時間止まっちゃうらしいんだよ。そうすると、ね、せっかくまあ、ね、ガソリンがさ、ね、普及されるようになってさ、流通が走るようになっても、製造の方が止まっちゃってるってこと。これね、ね、結構大打撃だと思うよ。で、飲食店なんかもね、今、ほら、こんな事情でお客さん来ないじゃん。まあ、来ないから、ね、例えば、需要は減ってるよね。でもさ、需要が減ってこれが戻ったところで、供給がさ、今、かなりの、要するに、低下しちゃってるから、これもちょっと厳しいよね。で、今度ゴールデンウィークじゃん。で、うち、まあ、今度ね、ゴールデンウィークはさ、まあ、前から決まってるからね、一応、海外旅行とか行かせてもらうけども、でもさ、国内のゴールデンウィークどうなっちゃうんだろう、あと1ヶ月だからね。で、それ考えるとさ、ね、このね、まあ、震災の問題もあるけれども、その被災地だけじゃなくて波及するものがいっぱいあると思うんだよ。で、これ相当ね、大打撃食いますよ。だから、ね、いろいろとね、準備して、まあ、買いだめしなきゃいけないからさ、まあ、なんか違う代替のものをね、用意するとか、まあ、たまたま、うちなんかだと、この間ね、僕、新潟行ってさ、買い付けしてきたから、まあ、日本酒だとかさ、そういうものは用意してはあるけども、だけど、ビール自体は、樽も届かないそうだよ、なんか。で、ちょっと今、注文したんだけど、入ってくるかどうか分かんないって話、みたいな話。これ大変だよね。俺ビール飲めなかったら死ぬよ。多分ね、きっと、それ結構危険なね、状況になってるよねってこと。ね。で、まあ、そんなことをね、まあ、考えたり、あと、まあ、この間ね、面白い人がいてさ、まあ、昨日もちょっとね、言われたんだけどさ、この間ね、お寿司屋さん行ってお寿司食べてたんだよ。そしたらさ、寿司屋のさ、若い玉井がさ、失礼ですけどって、何って言ったらね、CF ネッツと倉橋さんって、ラジオ出てる CF ネッツの倉橋さんですかって言うんだよ。で、ラジオでもさ、CF ネッツって言ってるよね。ね。で、倉橋孝之って言ってるよね。
で、あれ俺じゃんって言ったら、え、CF ネットの倉橋さんですよねって、え、そうだよ、あれ、CF ネットの倉橋さんですよねって、で、同じですかって、同じに決まってるだろうって言ったのよ。どうもね、あのラジオ聞いてる人に関してはね、あの CF ネットプレゼントね、代表取締役倉橋孝樹って言ってんじゃん。で、なんかこれもう3年くらい行ってる寿司屋さんなんだけど、知らなかったらしいんだよな。で、ラジオは聞いてたわけで、CF ネットの倉橋っていつも言ってんだけど、ね、ここにいる CF ネットの倉橋とここにいる CF ネットの倉橋って同じと思ってないんだよ、イコールじゃないと思ってたらしいんだよ。不思議だよね、だって倉橋ってそんなに名前ないはずなんだよさ、ね、で、じゃあさ、お前な、あの、あれ、Amazon.com でさ、倉橋孝之って入れてみなって言ったの。そしたら、ね、結構 10冊くらい本出てくると思うよと。え、本も書いてんですかっていう話だよね。だ、意外にさ、身近でこうね、飯なんか食いってると、どうも繋がんないらしいね。前もそうだけどさ、テレビにね、何百回出演させていただいてるけど、テレビで見る、ね、倉橋孝之とさ、ね、要するに、普段ここにいる倉橋孝之と、イコールじゃないらしいんだよ。だから、栗山くんなんか多分最近ね、テレビ出てるけど、まあ、CNN の栗山って出てね、いるから、まあ、あれかもしれないけど、ね、ここにいる栗山くんと、テレビに出てる栗山くんって、イコールじゃないかもしれないよ。まあ、ただ、業務的なところで出てるから、それは、ね、繋がるかもしれないけど、そのメディアに出てるとかさ、なんか、ね、本書いてるとかさ、これとこれがね、どうも繋がんないみたいなんだな。うん、なんか、まあ、ちょっとこれね、ちょっとね、せっかくだからね、ちょっとアピールした方がいいなと思ってるわけ。で、さ、今ね、あれ、熊切くんがね、要するに、まあ、本書いたじゃん。で、彼はさ、要するに、ブログっていうのをね、ずっと書いてたわけだね。で、ブログでは有名なわけだ。で、同じ効果なんだけど、ブログのね、書いてるね、あの熊さんと熊切くんね、うちにいて、まあ、今ちょっとね、亀手の方に映ってるんだけども、ね、この熊切くんはさ、ね、ブログの熊切くんとこの熊切くんはイコールじゃないんだな、一致しないんですよ。で、ようやくこう会ってみて、いろんな説明して、やっと初めて、熊さんですかっていう話になるわけね。で、これもね、ちょっと僕、今、このブログのそうなんだね。今、最近、ブログ見てるとさ、ちゃんとした名前で出てる人って、ね、だんだん増えてきてるんですよ。なんでかって言ったら、多分同じような効果があるんだなと思ってるのね。で、今、うちのブログとか、ね、ツイッターだとか、いろいろ書いてる人いるじゃん。で、書かない人もいるよね。で、じゃあ僕たちがこうね、積み重ねてきてさ、いろんな知名度が売れてきてね、で、会社の名前もね、そこそこ売れてきてさ、やってるっていうのは、これね、実はね、毎日毎日積み重ねてるんですよ。で、今僕はブログは毎日書いてるよね。で、毎日書いて、なるべくさ、毎日書くようにしてる、アピールするようにしてる、ね、で、それなんでかっていうと、そこでアピールすることで、要するに僕たちの知名度が上がるわけじゃん。でもさ、今ブログを書かない人とかいるんでね。で、ね、書かなきゃいけないって言ってても書かない人もいるわけですよ。で、この人たちっていうのは多分そういう認識がね、うんと低いんだと思う、ね、で、うんと低いってことはどういうことかっていうと、人の努力にぶら下がってる人になっちゃうってこと。要するにさ、ね、まずこれをやりましょう、あれをやりましょうって言って、で、僕たちは強制的じゃないよ、自分たちでやってますよ。で、その中でじゃあ事業部で、ね、要するに、じゃあやりましょう、交代でやりましょう、ね、書くようにしましょう言ってんじゃん。でもさ、書かない人っているわけで、書かない人って何かっていうと、周りの人たちがどうせやってくれるから自分たちやらなくてもいいじゃんっていう理論だと思うんだよね。それって僕ちょっと違うなと思ってるわけ。なんでかっていうと、個人のブログじゃなくて、要するに事業部の ブログとすれば、そのブログのね、要するにさ、ね、価値というのは、要するに毎日継続してるから価値だと思うんだよね。書かない人ってのはその価値をなんとなくさ、軽んじてる人たちだと思うんだよ。で、これはね、ちょっと申し訳ないけどやめてもらいたいわけ。なんでかって言うと、他の人に迷惑がかかるから。なんでかって言うと、みんな頑張ってるのに、その人が頑張らないために、要するに価値が喪失するからってこと。これもう一回ちょっと考えた方がいいなと思うね。で、毎日毎日こうね、いろんなことやってるでしょ。でさ、ね、思うんだけど、ぶら下がる人っていうのが出てくるんですよ。これは誰かがやってくれるだろうっていう考え方ね。で、組織が大きくなってくると、あ、なんとなく誰かがやってくれるだろう、思うわけですよ。だから、あ、別にさ、自分がやらなくてもいいじゃん、ね、なるから、結果的にはそれがね、速度がどん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 遅くなるってこと。だからここの部分は、ね、よく、ね、自分たちが要するに決められたこと、もしくはやらなきゃいけないこと、あと期日があること、これは守りながらね、やっていかないと結果的に誰かに迷惑がかかっちゃうんですよってこと。
を考えてもらいたい。逆に言うと、やったらそれなりの成果っていうのは、要するに社会が認めてくれますよっていうことなのね。だからそこはよくちょっとね、あの表に出して発信してることだから、ここは要するにね、あの義務だとかそういうことじゃなくて、要するに自分の権利と思ってね、やってもらいたいと思うね。まあ、そうしないと周りの人も困っちゃうからね。まあ、ぜひそういうつもりでね、あのね、今はね少ないかもしれないけども、まだあの、ね、期日を守らない人ねいるみたいだから、まあ、ここはちょっとねきっちりやってもらいたいなと思いますね。以上。